阪神岡田監督4安打のノイジーににやり、えらいな、どしたんやろ、ちょっとバット立ってきたよな、飛球から得点、久々につながったな、ノイジーはえらいな、どしたんやろ、わからんけど、ちょっとバット立ってきたよな、言うてたようにな、寝かしてないもんな、打つ前に浮かしとるもんな、ちょっとな、出ながら状態を上げてきた。そうそうそう、開幕の時そんなええことなかったけどな、ここ何試合かは本当お前右の方にもうまいこと落ちよるしな、あれはちょっとあっち向いてほい、あったけどあれはあっち向いてほいちゃうよな、今日なんかお前しっかり向こうにな、打ってるよな。岡田監督って名将であり貴重だなと本当に思う。短絡的ではなく先を見据えてスタメンを戻す、負けたら批判されるのに何も恐れてない、そして勝つ、しかも理想的な流れで勝つ、すごい。岡田監督が理想としている今年のチームになりつつあるんやろな。ノイジーにしても少しずつ修正しながら打撃の感覚掴んでるようだし、村上も初回の入りだけ、あとはお見事。ノイジーは規定打席には足りてへんけど3割到達やし、コンパクトにミートだけならチーム一、パシッと球に合わせる技術は一級品や。このコンパクトな振り続けていったらまだまだ率は上がると思う。ノイジーいいね、打席でもボールの見送り方からして余裕さを感じるよ。あとは佐藤か、最終打席安打が出たのは何より、明日もスタメンだろうから頼んだぞ。4月中盤まで打線がほとんど機能してない中で終わってみたら貯金6のびっくりな結果、ノイジーが万一覚醒したら虎に翼、日本一の去年より貯金ができたのは意外すぎる、アレンパあるぜ、はっきり言うて。ノイジー気がついたら3割打者になってる。岡田監督は2年目慣れてきたらもっと良くなるってずっと言ってて、その通りやん。打線がどん底でライシャッフルした日から10勝2分1敗、これが岡田マジックか。佐藤輝が調子上げ出したら任すようなるで。ノイジーのバットが自立して3位の巨人、中日が自熱笑い。ノイジーのあっち向いてほいはおもろい。ノイジーバット立ってるの気づかなかった。ノイジーが良くなってきた、確かにバットヘッドが上がってきた。これが真のノイジーか。確かに岡田さんの言う通り、ノイジー前よりちょっとバット立てるな。オフ岡田さんの言うこと聞いとけばよかったのに笑い。今日のドンコメ曰く、ノイジーのバットがちょっとずつ立ってきてるらしくて、これひょっとすると安打量産だけじゃなくてホームランの本数も増える前兆じゃないかと睨んでる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。